TD プレイススタジアムはカナダのオタワにあるカナディアンフットボールの競技場、リドウ運河に面したランズダウン公園に位置する。過去、フランククレアスタジアムと呼ばれていたが、施設改築に伴い改築されたスタジアム、アリーナ、周辺施設を合わせて TD プレイスとなったことに伴い、新スタジアムは TD プレイススタジアムと命名された。 CFL のオタワレッドブラックスの本拠地として使用されている。アセル、プロフェッショナルリーグのオタワフューリー FC が2019年の解散までは本拠地として使用していた。新設のサッカークラブ、アトレティコオタワが2020年シーズンより本拠地として使用する。1800年代に設置され、馬術、ラクロス、ラグビーなどの競技に使用されていた。 1908年のオタワ博覧会の際には観客席が設置され競技場として完成した。1960年代に観客席は一旦解体され改築された。この時は北側に近い層のスタンド席と南側に2階層のスタンド席となっていた。北側のスタンドはホッケーアリーナである TD プレイスアリーナの上に立っていた。 1976年モントリオールオリンピックでは、サッカーの予選会場として4試合が行われた。長年、スタジアムは一般に、ランズダウンパークと呼ばれていたが、1960年代から1970年代まで、オタワラフライダーズのコーチと GM を務めた、フランク・クレアの功績をたたい1993年に、フランク・クレア・スタジアムと改名された。 2007FIFAU-20 ワールドカップの試合会場の一つになり、この際は収容人数は最大28,826人とされた。しかし、その年に構造の老朽化が見つかり、一部スタンドの閉鎖を余儀なくされた。翌2008年には改築計画の議論が本格化し、2010年には小田和氏がフランククレアスタジアムと 周辺公園の刷新計画を可決。南側のスタンドをすべて解体し、新築、北側は店舗スペース等を追加し拡張した。2014年1月7日、トロントドミニオン銀行が新造スタジアムとホッケーアリーナ周辺施設を合わせた命名権を獲得し、TD プレイスと呼称 TD プレイススタジアムとして完成した。2015年6月、FIFA 女子、 ワールドカップの会場として利用される。ありがとうございます。